動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber のナシナドリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。今日一日仕事しまして、まあ大丈夫かな、痛いのは痛いんだけど大丈夫かなっていう感じで一日終えましたね。ただこれ続くと結構辛いですしね、一日のなんか長さっていうのが全然違うなと思いますね。体調がやっぱ万全な状況で仕事をするっていうのは大事だなぁなんて思いますね。はい、あと朝か、朝リスナーさんから動物の友達宛てに天地創造デザインっていう漫画をおすすめされたんですけど、これが、まあ、世界というか、その神様がデザインするのめんどくさいから下請けに任せたということで、まあ、いろんな動物ができた理由みたいなのをね、そのが書かれるんですけども、そういうので、まあ、なんでこういう動物ができたの、なんでユニコーンってできないのとか、っていうなんかいろいろな、話が出て、まあ、動物園や水族館が100倍楽しくなるっていう触れ込みで出てるんで、まあ読もうかなと思って、これ漫画もあるしアニメにもなってるから、まあ、どっちを読もうかなという感じ、見ようかなという感じで、いるわけなんでございますけどもね。まあまあ見た方いらっしゃいましたら、ぜひともおすすめ教えてください。個人的にはね、僕個人的にはね、なんで革手袋は5本のおちんちんがついてるのか、これ気になりますね。デザインした人がなんであの男性器を5本つけたようなそんなデザインにしたのかっていうのすごい気になりますけど、多分ね、酔っ払った勢いで下ネタ大好きなおっさんが作ったんだと思うね。もう女子に卑猥な下ネタのギャグを言って、もう日常的に軽蔑の目を向けられてるおっさんが酔った勢いで作って、そのまま出しちゃったっていうのが多分それだと思うんですけど、どうなんでしょうね。ちょっとその辺気になりますし、解説してるのかなっていうのが気になりますよね。まあということでございまして、今日のニュース読んでいきたいと思います。まあ動物のニュース読んでいきたいと思います。ウォンバットが四角いウンチを作るメカニズム、明らかに腸の動きが普通と違っていた。さあ、前に僕はウォンバットの糞が四角いよっていうお話をして生放送でしましたけども、なんかそのメカニズムっていうのが解明されたそうでございます。生きとし生けるものみんなうんちをしますが、ウォンバットはキューブ型という一風変わったうんちをします。別にお尻の穴が四角いわけではないです、丸いです。四角いうんちの原因はウォンバットが持つ腸のイレギュラーな動きにあったようですということが1月27日付で、学術誌に掲載されましたという話でございます。で、まあ、ウォンバットと言いますと夜行性、オーストラリアに生息する哺乳類で、昼間は地下のトンネルで過ごし、夜に餌を求めて出歩くという、まあ、コアラの四足歩行版みたいなずんぐりむくりした生き物なんですけども、まあ、このウォンバットは四角い糞をするっていうことで僕も謎だったんですけども、その、調べた結果、2018年に車にはねられて死んだウォンバットの死体を、まあ、遺骸ですよね、遺骸を解剖して腸の構造を調べた結果、なんと腸の中に周囲の組織と比べて収縮性の強い溝状の構造が2つ見つかったということなんですけども、その機能までは分かってなかったと。でも今回の研究の結果、その2体のウォンバット、さらに2体のウォンバットを解剖することで、腸内の筋組織、筋組織層に様々な厚みや硬さを持つ領域の発見をしたというわけなんです。まあまだちょっとよくわかんないんですけども、このチームがそれをもとに 2D の数学モデルを制作し、ちょっとこれがどういうのかよくわかんないんだけども、それらの領域が消化のリズムに合わせて収縮する様子をシミュレートしたと。するとウォンバットの腸は他の哺乳類と全く動きが異なることが判明したと。多くの哺乳類に見られる腸の動きっていうのは、筋組織による、電波性の収縮波があらゆる一定で、一貫しているんだけども、ウォンバットはそれが不規則だったというわけですね。まあ、腸がこう収縮することによってこうグググググってこう方向が一貫して送られるわけだけども、ウォンバットはそうじゃないと、不規則だと。
筋組織の硬い場所では収縮スピードが速く、便を瞬時に、固める。一方筋組織の柔らかい場所ではゆっくりとした収縮スピードで固めた便をキューブ型に成形しているというわけなんですね。でシミュレーションの結果によると便が四角にされるのは腸の終わりの 17% の範囲で四角くなっているということです。でウォンバットは食べたものを消化に、食べたものの消化に2週間以上費やし、水分や栄養素のほとんどをそこから抽出しますと。そのため排出されたうんちには水分が少なく極度に圧縮されている。この傾向は野生化ほど強く、水が簡単に手に入る飼育下ではうんちがキューブ状にならないことも多いそうです。だから僕さつき山動物園行ってウォンバット見てきましたけども、ウォンバットのうんこを見てきたんですけども、あ、四角くねえな、あんまり四角くねえな、なんでだろうって思ったけども、そういうことらしいですね。野生化だと四角くなるけど飼育下ではキューブ状にならないことも多いと。で現在の有力な説っていうのがウォンバットがその縄張り意識の強さから一種のサインとして四角いうんちを置くというものですというわけなんですけども、まあこれうんこがね四角いから、まあ、自然界になかなか見られないから、まあ、一目でウォンバットの縄張りだっていうことが判断できるんですけども、まあ仮説のレベルですね。仮説のレベルなんで本当のことはウォンバットに聞かないとわからないってとこなんですけども、僕生息地にもよるのかなっていう仮説を一つ立てますね。生息地オーストラリアって結構乾燥地帯が多いので、食べたものだったりとかっていうところから極限まで栄養だったり水分っていうのを取らないといけないんだと思うんですよ。だからそういう意味で腸の中に入ったものからちゃんと栄養素をしっかり抜き取るっていう構造をするためにこの圧縮率だったりとかっていうことで、まあ、その副作用としてウォンバットの糞は四角くなるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんで、まあそれをもうちょっと頭の中に入れながら今後はウォンバットの動向を見ていきたいと思いますけども、まあウォンバットって可愛い生き物でございますし研究者も多いと思うんでそのうち解明されるとは思いますけども、まあ気になるところでございますね。今後の研究に期待して見ておきましょうということでございまして、ウォンバットが四角いうんちを作るメカニズムが明らかになりましたという、そういうニュースでございました。